皆さんこんにちは。技術屋の英語、第3回ですね。これ分野があまりにも広いので、いろいろ適度に拾ってやっていますが、リクエストがあれば、この分野をやってほしいというリクエストがあればコメント欄に書いてください。それとサブスクライブのボタンを押すのを忘れないようにしてください。まず微分積分なんですが、微積分、これ英語でどういうふうに言うかっていうと、この微積分ですね。これは、まず第一に、微分関数はデリバティブですね。デリバティブファンクションと言います。で、微分するっていうのは、ディフレンシエイトとこう違うんですね。ディフレンシエイト。で、微分そのことはディフレンシエーションと言いますね。ところが微分関数の場合はデリバティブ。この意味はですね、元々の関数からできた関数ということでデリバティブと。これは日本語で言う、いわゆる派生したっていう意味ですね。こっから出てきたということですね。だから、こういう微分関数、例えば dy, dx ですね。dy, dx と言ってもいいし、dy over dx とも言いますね。で、積分の場合はですね、integral。積分するっていうのは、take an integral ですね。from a to b。fx, dx と読みますね。で、積分自体のことはインテグレーションですね。で、積分関数はインテグラル。インテグラルファンクションというふうに言います。で、まあ、リミットとか、インフィニットシリーズ、級数ですね、とかいろいろ出てきますが、ある程度は、まあ、自分で本で用語を見ればわかると思うんですが、この読み方ですね。例えば、変微分。変微分の場合はですね、例えば、fxyz という関数があった場合ですね、df というのが、partial derivative、これ多変数関数というのは、multivariable ですね。multivariable function。で、変微分の場合はですね、これは df dx、dx と。で、これ D なんですね。これも D ですし、これも D です。と同じように、これも D なんですね。だから DF over DX DF。DF over DY DY。特に、これを変微分だっていうのを強調したければ、partial derivative of df over dx っていうふうに言いますね。例えばですね、これと、これは違うんですね。で、ご存知のように、これは partial derivative of dx, df with respect withx ですね。そう、x に関して変微分。これはですね、変微分じゃなくて微分ですね。で、この場合はどうなるかっていうと、df dy dy dx プラス df dz dz dx というふうになりますね。で、これとこれは違いますね。これは
ファンクション F の微分です。With respect to X ですね。With respect to X。X に関する微分。これは partial derivative with respect to X ですね。これは partial derivative というふうに言いますね。でそれから、そうですね。特に電気、電子なんかではですね、この gradient、gradient fx というふうな関数が出てきますね。これは gradient ですね。それから divergent、divergent vector space d ですね。それから他に出てくるのは、rotation ですね。rotation。これは、まあ、こういう風に表しますけど、ローテーションはメトリックスの格好になりますね。だから、マクスウェルのイクエーションは、グレディエント、ダイバージェント、ローテーションという風に、微分の仕方がいろいろあります。で、次にですね、電気回路、まあ基本的な回路でですね、例えばこういうふうなものがあったとしますね。これはインダクタンス、キャパシタンスですね、そしてレジスタンス。で、ここに、ボルテージソース。これがソースですね。ソース。で、ここに、I の電流流れるとすると、この電圧がですね、それぞれ Ri ですね。で、ここは Q over C で、Q は何かっていうと、これは I のインテグレーションですね。0から T までの。で、これが、デリバティブですね。L、で、複素数で、これをインピーダンス。インピーダンスの形式にすると、これがですね、RI プラス、J オメガ CI ですね。プラス、J オメガ LI ということになりますね。イコール E と。で、この、イマジナリーナンバーが入ってきます。これを、コンプレックスナンバーの表示ですね。これを使って、トータルインピーダンス、Z ですね。Z。これはですね、いろんな、ヨーロッパの言語で Z っていうのはありますが、英語では Z。これを Z と言わずに Z と言いますね。例えば、ゼブラ、シマウマですね。これはゼブラ。ゼブラじゃないですね、英語は。でも、サウスアフリカとかですね、ではゼブラというふうに言います。この発音は多少、この場所によって英語の発音の違いがありますね。これはインピーダンス Z。で、この逆数がですね、reluctance ですね。これは逆数。で、インピーダンスがこういう表示にされると、Ri プラス、これは電気かなんかでは、この電流は I ですね。複素数は J でありますね。だから I over J omega C プラス J omega Li というふうな言い方になります。ここで L, D, I, D, T ですね。それから Q over C, Q equals integral 0 to T の I, D, T というふうに読みますね。だから、こういった基本的な
その英語での読み方ですね、これをマスターしてください。今日はここまで。